も月敦き氏は、神奈川県横浜市港南区出身のプロ野球選手。宇と右内ち。阪神タイガース所属。5歳で野球を始めると、横浜市立セリガヤ小学校時代は、東セリガヤジュニアフェニックスに、横浜市立セリガ、谷中学校時代は、横浜南ボーイズにそれぞれ所属。横浜総学館高校に進学すると、2年春から、ベンチ入り。 三年時にはストレートで最速時速1 4 8トルを計測したが在学中には春夏とも甲子園大会へは出場できなかった。2015年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は61。2016年春季キャンプから二軍で育成。 6月9日にオリックスバファローズとのウエスタンリーグ公式戦で先発投手として実戦デビューを果たすと5回無失点の好投でプロ初勝利を挙げるとともにストレートで時速 151km を計測同リーグ公式戦14試合の登板で5勝3敗防御率3.84という成績を残した9月30日に プロイリアと初の出場選手登録を果たすと、翌10月1日の第読売ジャイアンツ戦で、6点リードの9回表に4番手投手として、一軍公式戦にデビュー。最初の対戦打者、ギャレット・ジョーンズに投げ込んだストレートで、自己最速記録を時速153キロメートルにまで更新。結局、1回を無失点に抑え、福原忍の引退試合でもあったチームの、 レギュラーシーズン最終戦を系統による完封勝利で締めくくった。シーズン終了後の周期キャンプでは蓄積疲労によって右肘を負傷。ノースローによる調整を余儀なくされた。2017年、教育リーグ中にストレートで時速1 5 5トルを計測したものの、レギュラーシーズン開幕後の4月に腰痛を発症。長期にわたる療養を強いられ、8月に、 実戦へ復帰すると、ウエスタンリーグ公式戦で14試合に登板。5勝3敗、防御率3.84という成績を残した。一軍公式戦への登板機会はなかった。シーズン終了後に参加した、フェニックスリーグでは、時速 155km を計測。フェニックスリーグ終了後に、周期キャンプへ参加したが、再び腰痛を訴えたため、12月19日に、 ヨー部ヘルニアの手術を受けた。2018年、前年に受けたヘルニア手術の影響で、春季キャンプから6月末までは、2軍での調整に専念していた。7月3日の対中日ドラゴンズ戦8回表から2年振りの一軍公式戦登板を果たすと、5者連続脱三振を記録。同リーグ選抜の一員として初出場した七月十三日のフレッシュオールスターゲームでは、 9回表の9円当板で時速 155km を2度計測し、イースタンリーグ選抜の高卒新人クリーンアップを三者凡退に抑えた。後半戦は1軍の9円陣に定着。1軍公式戦全体では37試合に当板して防御率4.20を記録したが、初勝利や初セーブを上げるまでには至らなかった。シーズン終了後の周期キャンプでは、 最近博と浜地真とと共に MVP へ選ばれた。2019年、プロ入り後初めて一軍の沖縄春季キャンプに参加すると、主に先発で実戦登板を重ねたオープン戦ではストレートで自己最速の時速 159km を計測したものの請求難を露呈したため開幕一軍入りには至らなかった。4月4日の対局人戦に救援投手として一、 軍公式戦でのシーズン初登板をしたが、3回を投げて2非本塁打3失点という内容で、翌5日に出場選手登録を抹消された。抹消後には、7月中旬の時点で、ウエスタンリーグトップの防御率2.43を記録するなど先発で高騰。7月17日の対中日戦で1、軍公式戦の先発マウンドを初めて経験すると、 先発と救援で併用されながら8月22日の対 DNA 戦で1軍公式戦での初勝利を先発で記録した。レギュラーシーズンでは1軍公式戦8試合の当番で1勝を挙げただけだったがチームがシーズン3位で迎えたクライマックスシリーズでは10月9日に巨人とのファイナルステージ第1戦で先発に抜擢された。 CS での登板自体初めてで、一回裏に二射連続で、本塁打を浴びるなど、二回5失点という内容で、降板した末に黒星を喫したが、一軍監督の矢野洋大は、持ち月に経験を積ませられるなど、ある意味で、チームにとって必要な負けと、前向きに評価した。百九十センチメートルの長身から繰り出す角度のある、最速時速百五十九キロメートルのストレートが、 持ち味で、スライダー、スプリットを投げ分けるが、変化球の精度と直球の質が安定していないことや、制球力とフィールディングが課題となっている。目標の選手は、藤川球児で、ストレートの質と投球フォームを参考とし、プロ入り後は、藤川と同じくザナックスのグラブを使用。高校時代には、自由研究のテーマに、藤川が投じるストレートの回転数を選んでいた。 好きな食べ物はたこ焼き。2021年1月13日、神奈川県出身の一般女性と結婚。ありがとうございます。